EE-11 ウルツとは、ブラジルのエンゲサが設計した走行変員輸送車である。EE-3 ハララカ走行車の後継として開発された。EE-11 走行車はその部品の多くに民生品を流用しており、コンポーネントの多くは、同じエンゲサが設計した EE-9 カスカベル走行車と共通化されている。EE-11 走行車は主に、 ラテンアメリカや中東、アフリカなどの第三世界諸国に輸出された。イラン・イラク戦争などで実戦投入され、ソ連製の BTR-60 や BTR-70 とほぼ同等の能力を持ちながら運用コストが安いことを証明した。現在、ブラジル陸軍の保有する EE-11 装甲車は2012年からの配備を予定している。 VBTPMR グワラに装甲兵員輸送車の配備までの埋め合わせのためにサンパウロ交渉において近代化改修が行われている。退役の理由としては現用の鉄鋼弾に対する防御力がないことが考えられるが現在でもブラジル陸軍は国際連合配置安定化ミッションに EE-11 を多数投入している。ありがとうございます。